今年最後の福岡の講演会となりました。よろしくお願いいたします。今日のテーマは非常に大きいですね。来年の2016年、終わりの時代とは何かということですが、私たちは終わりの時代が来る、じゃあもう核戦争か、もちろん核戦争も含めてでございますけれども、終わりの時代が近い。なんでそんなようなことを言うんかとおっしゃるかも分かりませんが、僕のメッセージの根本は、つまり座標軸はいつも2つだと言ってきました。これからぶれることはないです。一つの問題はユダヤ問題ですよと、言ってきました。ユダヤといっても別にイスラエルの問題ではないですね。ユダヤ問題、また後で言うかも分かりません。もう一つは聖書予言ですよと言ってきました。で、このことを言うと次に言わなくてはないのは、聖書は宗教の書物ではありませんということを言わなければならないです。聖書は実は宗教の本じゃないんです。だけどもみんなキリスト教の本だとかカトリックの本だとかなんとかなんとか言ってますが、そうじゃない。聖書っていうのはこれは世界で一番古い書物なんです。まあ言うたら世界最古の書物ということなんですね。世界最古の書物、古い部分は今から3500年前です。今から3500年前と言いますと、日本では縄文時代ということですね。もう遥か昔、そういう時代から旧約聖書は書き始められました。で、僕はまだ19歳の時に世界で一番古い本が、次世界で一番古い本が永遠のベストセラーと一体何やねんなと思ったんです。古い本だから忘れられて当たり前じゃないか、考え方も違うじゃないかと思うのは当たり前ですが、今言ったように永遠のベストセラー、世界の永遠のベストセラー、僕はちょうどその頃、今19歳と言いましたが、その19歳の時に毛沢東五六という本が中国でものすごい読まれたんですね、読ませたんですね。で、聖書か毛沢東五六かということになってわーっと話題でした。だけど今言ったように毛沢東五六というのはそんな古いもんではないですね。僕は19歳の時ですけども、毛沢東は僕よりもちょっと年上の人でしょ、もちろん亡くなりました。しかし聖書は世界最古なんです。世界最古が毛沢東の五六に勝つか負けるかっていう部数でやってるわけです。それだけ変な話ですね。それだけではなくて翻訳という言葉があります。旧約聖書はヘブル語で書かれました。新約聖書はギリシャ語で書かれました。旧約聖書と新約聖書っていうのがあるんですね。旧約聖書っていうのは紀元前に完成していました。つまりもう今から2300年前に旧約聖書は完成したわけです。新約聖書っていうのは紀元後です。紀元後、したがって新約聖書は書かれたのは紀元60年ぐらいから紀元100年ぐらい、つまり時代で言えばローマ帝国の時代ということになるでしょうね。で、世界最古のその言葉が、聖書がヘブライ語で書かれた。これが翻訳されるわけです。日本語、それから英語、ギリシャ語、いろいろあります。世界にどれぐらいの言葉があるか分かりませんが、何千とあるはずですね。聖書はほとんど翻訳されてるんです。ニューギニアというところがありますが、ニューギニアというのは部族の数によって言葉が違う。ほとんど翻訳されてます。さっき中国と言いましたが、中国でも北京とか上海とかいろいろ言葉違うんですね、本来ね。先ほど毛沢東という人が出ましたが、毛沢東の偉大なこと、悪いこともあったけども、言うことは、中国の言葉を一応一つにまとめたということなんです。だからもちろん中国のいわゆる標準語に聖書翻訳されておりますが、古い地方の言葉にも聖書翻訳されています。それから北に行くとモンゴル、あるいはロシア、もちろん全世界のほとんどの言葉に翻訳されている。そこで一体何やねんこれはと述べ言いますと、世界最古の書物が今永遠のベストセラー、一体何やな。ほんで僕は実は読み始めたんです。研究なんていうそんな大げさなことじゃなくて読み始めました。そうしたら分かってきたんです。で、読んできてその中の中心は何だって言ったら、あ、ユダヤ問題だと分かってきたんです。今でもユダヤ問題っていうのがありますね。ナチスが、つまりヒトラーの時代に
ユダヤ人が600万殺された、誰も知ってるわけです、アウシュビッツ。実はあれユダヤ人じゃないんです、カザール人という人なんです。そんなことないわ、新聞に全部ユダヤ人ユダヤ人言ってるじゃないかとおっしゃるか分かりませんが、カザール人という人がユダヤ教という宗教に入っちゃったんです。で、不思議なことにユダヤ教徒カザール人と言えばいいのに、彼はそう言わなかったんです、ユダヤ人と言っちゃった。これがもう世界をある意味で誤解に誤解を呼ぶことになりました。さっきの話、ヒトラーが600万のユダヤ人を虐殺した、誰も知ってるわけですが、本当のユダヤ人なんて誰も殺されていません。本当のユダヤ人、人ですよ、ユダヤ教という宗教じゃないですよ、ユダヤ人をナチスは殺してないんです。でユダヤ人とは一体どうだ。今僕は逆に日本ということの話を戻します。日本、うん、私は日本人って言ってるわけです。しかし日本もよく考えてみたら、アイヌの方やあるいは南の方に行けば沖縄の方もある。で、日本人なんです。要するに日本国籍を持っている人は日本人で、よく考えてみたらこの日本に北から来た人もおる。今モンゴルと言いました、中央アジアですね。そこから来た人、中国から来た人、朝鮮から来た人、なんかの事情で、ある人は南から来た、フィリピンや今で言えばベトナム方から来た人もあるでしょう。で、日本人になった。ということは日本とは何だって言ったら、もともとは多民族国家なんです。いろんな人が集まって、ね、こう結婚したり、まあ、それぞれ部族によって、あるいは渡ってきたところの場所によって、まあ、考えていろいろ住んでたわけです。わかるでしょ。で、その多民族国家日本の中で、実は本当のことを申し上げますと、日本人の多くはユダヤ人なんです。んなアホなことどうしようかわかりませんが、もう一遍言いますよ。皆さんが頭の中に入れてらっしゃるユダヤ人というのは、例えばアンネの日記を書いたアンネ、あれはカザール人なんです。今言ったようにカザール人がユダヤ教の信徒になってユダヤ人という変なこと言っちゃったんですね。私はロシアという国を考えてますが、ロシアは1917年にいわゆるロシア革命があるわけですね。あれをやったのはレーニンとかトロツキーと言ってますが、あれはユダヤ人と見ない、ごめん、ロシア人と言ってます。だからロシア革命で言ってるんですが、みんな今言ったように偽のユダヤ人なんです。カザール人です。今言ったようにレニンもトロツキーも、そしてロシア当時の政府といいますか、革命政府の主だった人、中央委員会のその 95% 以上は、だからもうほとんど 100% は偽のユダヤ人なんです。正確に言いますとアシュケナージユダヤ人って言われる人です。だからもともとは血統的にはもっぺん言いますけどカザール人です。アメリカに行って有名なユダヤ人といえばアインシュタインだとか、あるいはケッセンジャーとか、皆さん知ってるわけですね。あれは本当のユダヤ人ではない、今言ったようにカザール人です。で、それ絶対言わないんです。一切言わない。不思議ですね。本当の自分の素性を言わない。話また戻して、日本は実は多民族国家です。我ら日本民族は日本魂はそれ結構ですけども、人種的には多民族国家なんです。大概はそうでしょうね。そこでどういうふうにしたらその中のユダヤ人っていうのは分かるかということなんですが、世界に本当のユダヤ人がおるんです。人種としてスファラディです。スファラディユダヤ人、今偽ユダヤってひどいこと言いましたが、彼らはアシュケナージユダヤ人、これカザール人です。それに対してスファラディというユダヤ人がおるわけですね。本当のユダヤ人がおります。例えばここにちょうど中東の地図がございますが、イラン、あるいはイラク、いろいろシリア、今問題のシリア、後で話しますが、そういうところには、つまりイスラエルの敵ですけど、そういう中に本当のユダヤ人おるんです。スファラディユダヤ人、表に出ません。だから国籍的にはシリア人であったり、イラク人であったり、イラン人と言われてる。だけども彼らは小さいながらも本当のユダヤ、スファラディユダヤ人のコミュニティがあるわけです。で、彼らはユダヤ民族としてずっと血統を守っているわけです。で、そこにもし行って採集するならば、そういう少数のスバラディのユダヤ人の DNA、 男の人だったら Y 染色体、年
とか失礼ですけど、手を取って持ってきて、で日本人に当てはめればいい。日本人の DNA と Y 染色体。ほんなら今言ったように、ある人は朝鮮から来た人、ある中央から来た人、モンゴルからいろいろあります。実は日本1億2500万の多くは、何人とは言いません、分かりません、ユダヤ人です。本当のユダヤ人なんです。この島国、北海道から沖縄に至るまで、あるいは中国、あの九州と言ってもいいでしょう、そこにおる1億2500万のいわゆる日本人の多くはユダヤ人です。今言ったように DNA と Y 染色体を調べれば分かるんです。調べません。日本人としてるわけです。もし DNA を調べたら、例えばユダヤ人、偽ユダヤ人という人が、ああ、ほとんどは偽ユダヤがユダヤと言ってたんだということになるじゃない。さっきのアインシュタインにしても、キッセンジャーにしてもそうでしょ。調べません。都合が悪いから。こういうことを政治的な話というんですね。で、日本の本当の人種については言いません。天皇家とは何か、ユダヤ人です。知ってるんですよ、彼らは。DNA と Y 染色体、今で言うたら Y 染色体と DNA ですね。天皇家の中では我らはユダヤ人であるという、そういう話というか言い伝えがずっと昔からある。本当ですよ。だから日本とは一体何なのかって言ったら、一つは多民族国家。そしてその中の多くの人はユダヤ人なんです。で、しかももっと不思議なことは、今島国って言いましたが、今だったら飛行機だとか大きな船で移動することができます。しかし長いこと、日本の歴史が始まって以来長いこと、島国であるがゆえに侵食されてないんです。他の人はほとんど来ません。今でこそ日本の中でこうわーっと人が移動してますが、昔は大体生まれたところで死ぬまで生活したわけです。どうでしょう。で、そこで大体結婚したわけです。血が守られてきたんです。日本人のほとんどは古代ユダヤの人ですよって言ってるのはそういう意味です。ユダヤ人です。で、ずーっと守られてきた。で、それがやがてどうなるのかということになっておりますが、そこで次の話、聖書が出てくる。その聖書には予言というのがあるんです。これノストラダムスの予言とかそういうあらかじめの予言ではないんです。預金の世、お金を預けるという預金の世、言葉を預かるという予言です。誰の言葉？神の言葉です。神って言ったら宗教と日本人は思っちゃうんですが、そういう意味ではない。天地の創造主、この宇宙を動かし、自然界の法則を作り、かつ支配する。目に見えない。人間に命を与えた。それは神です。本当の神って言ったら悪いけど、そういうんですね。心臓を私たちは自分で動かしてるわけではない。誰が動かした？お父さんとお母さんだ。嘘。お父さんとお母さんが心臓なんか動かしてません。自分の子供が生まれて、いやー、子供が心臓が生まれて動いてるってことはもう感動なんですね。そんなん、動かしてませんよ。この不思議な体、頭の先から足のつま先までありますが、本当に素晴らしい、本当に素晴らしい、悪い言葉ですが、最高の機械なんです。精密機械なんです。で、それを、今言った神、作ったお方、作り主でいいじゃないですかね。その作り主からのメッセージが聖書予言と言ってるわけです。今言ったように神は目に見えない。だけど神は見えてる。どうして？目を作ったから。どんなカメラよりもドイツのカメラが、つまりライカーというカメラが発明発見され販売された、それよりもはるか遠く前から目はありました。しかも2つある。3つあったら変だね。1つやったら1つ目小僧って言うんですね。ちょっと変ですね。なんで3つあったら、なんで1つやったら変ですか？2つあるから距離を測れるんです。カメレオンという生き物をしてるでしょ。あのカメレオンは目が、普通の時は右と左の目が勝手に動いてるわけです。だけどいよいよ獲物がそこにおると分かったら、二つの目をうわっと合わせて、そして舌を投げ縄にしてパッと取れる。失敗しません。目が二つあるということは距離を測れる。そうなんです。聖書、それこそ神の予言とされるその言葉の中に
神よ、あなたは目をお作りになりましたと書いてあるんです。簡単な言葉ですが、荘厳なことです。カメラができるよりもはるか前、カメラも誰かが作った、人間が、それよりももっともっと素晴らしい目が神によって作られた、そういうことです。目の下にちょうど鼻があって、その下に口がある。この順番素晴らしいですよ。口が一番上にあったり、口が後ろにあったりなことですよ。食事するときにこれがおいしいかとか、あるいはこれが腐ってないかどうかって、いちいち箸で後ろの鼻に食べ物持ってかなあ。だけどちゃんと順番こうなってるわけです。親が目鼻口としたわけではない。で、耳がちゃんと横についてるわけです。耳タブがあるってことは素晴らしいね、考えてみたら。おお、そして人間の命はどこにあるのか。それこそさっき言った旧約聖書に書いてある人の命は血にあると書いてあるんです。血、青、赤い血、赤血球、白血球、血小板とかいろいろ簡単に言ってますが、これが命の根源だと書いてある。3500年前から。つまりどういうことかと言ったら、このことが分かれば医学の根本が分かる。本来ですよ、皆さん病院行ってちょっとお腹痛いんですけどと言ったら、もういろんな検査があるね。なんでいろんな検査があるんやったら、専門別がみんな違うから。要するに人間の体を機械にしちゃって、それぞれ専門別で分かれちゃって、お互い横のつながりがないんですよ。結局今の医学というものは、人の命は血にある。あ、だから頭の先から足のつま先まで酸素を供給し、余分になった炭酸ガスを集めるのは何だ、血液です。栄養分を届けるのは血液です。糖尿病という病気ありますね。これは怖い病気です。僕は中年過ぎて糖尿病というのが人間の病気の根源だと思います。根源です。どうして根源や言ったら、糖尿病というのは字見て分かるね、砂糖の糖と血液だから、あ、砂糖が甘くなるんかなんてみんな思うかもしれませんが、そんな甘い話じゃないです。どういうことかって、今血管で血って言ってるでしょ、ね、でその人間の血液を頭の先から足のつま先まで届けてるのが血管なんです。あなたの血管はどれだけの長さがあると思いますか。10万キロですよ。10万キロ出てもピンと来ませんが、地球の赤道の二回り半なんです。あなた一人で地球の赤道の二回り半ですよ。つまり太い血管もあれば細い、いわゆる毛細管もあります。二回り半ある。そうして私たちは生きてるわけですが、糖尿病って何やった、皆さんの中で糖尿病になって、あるいは予防、お前ちょっと予備軍やと言われてる人は俺のことを思いますが、血管の内部が外ちゃいますよ。血管の内部、要するに血が流れてるとこや、内部、血管の内部がボロボロになってくるのが糖尿病なんです。人の命は血にあるということを思えたら、血管の内部がボロボロになってくる。そう、だから怖いんです。ゆっくりきますから、急にバッとなるんじゃないです。気がついたら遅かったってこともありますけども、例えば脳梗塞になったとか心筋梗塞になったとかいろいろありますやんか。あるいは腎臓の病気で透析しなくちゃいけなかったとかいろいろありますね。それ全部血なんです。特に糖尿病です。舐めたらダメですよ。ちょっと調子悪いな、なんで私は夜中起きてトイレに大体3回ぐらいなんで行ってしまうんやろか、大体糖尿の予兆です。うん、時々耐えられなくなっておしっこ行くわとかありますやんか。道路走ってたら道路の傍らに車止めて、ほんでお手洗いしてらっしゃる、お手洗いというかおしっこしてらっしゃる男性の姿を見ますね。糖尿です。だから私たちは自分で生きてるなんて思ったらダメだ。もう一回話戻して、人の命は血にある、これ大事です。これを日本の医学さえしてたら全然日本の医学は変わりますよ。人の命は血にある、それを世界最古の書物の旧約聖書が言ってたということは驚きですよ。なんでわかんねえや。そう、さらに旧約聖書、今言った3500年前の人の命は血であると書いてある、そのあたりをずっと研究すると、
祭司という人がいました。後で出てきますが、祭司、そこへ病気の人が病気を治ったとか、あるいはもうちょっとお前は人から隔離しなくちゃいけないとか、いろんな病気があります。今でいう伝染病、バクテリアね。3500年前にバクテリアなんて分かりませんや、顕微鏡がないから。そうでしょ。でそこでそれを見た人、今だ祭司と言うたら、今で言うたらお医者さんの一つの働きだね。祭司ってお医者さんじゃないんですけど、そういう働きをした人がおったね。でそういう人たちはどうしたか言ったら、必ず流れ水で洗えって書いてある。皆さん、今手術があったり、いろんな診察なさるお医者さん、水道の水を流しながらやってるでしょ。3500年前か書いてある。3500年前ですね。ユダヤの民が3500年前言うたら砂漠を移動してたんです。水なんてそうあるわけではない。要するに川がないですから、砂漠ですから、流れ水で必ず手を洗えって書いてある。顕微鏡のない時代だから、人間の知恵をはるかに超えたその言葉が書いてある。今言った医学のことや水を手洗えとか、あるいは男女関係のことや人間の生き方について全部書いてあるんです。3500年前のそれに。もう一回言いますけど、宗教の本じゃありませんよ。宗教はそこから都合のいいところだけを取ったんです。それがキリスト教だ。都合のいいところだけ取った。イスラム、今問題になってるイスラム、テロ、そこからまたユダヤ教という宗教が都合のいいところだけ取ったんですよ、自分らに。そう、聖書の全体じゃない。だからイスラムのようなわけのわからん狂気的なことをやりだすわけです。一部取って、で自分たちはコーランという本を勝手に使っちゃった。ユダヤ教もそうです。タルムドという本を聖書の中から都合のいいように取って自分らが解釈したんです。なんで宗教というものができてくるのかというのは、お分かりのようにこういう三角形の、まあ、権力構造といいますか、一般の人は三角形のこう末にず裾におるんですね。で一番上に宗教の、まあ、親分というか、例えばカトリックだったら法王とかおるだよね。その人がその人間の罪を許したるとか、お前なんとかだって言って偉らそうにやりだす。これを政治で利用したのがヨーロッパの中世です。だから神聖政治、神の政治っていうのはそういうことなんです。だから神の名によってこの一番偉い人が言いなさる、ああこれは偉いこっちゃ、だから政治をやったわけです。だからヨーロッパの中世の時代は暗黒時代って言われてるわけです。聖書の世界じゃないんです、宗教なんです。皆さん、日本にもいろんな信仰宗教やとかなんとか宗教ありますが、その一番上の人はもう生殺与奪の権を持ってるわけ。宗教は怖いですよ。人間やのに神のようなことをやりだすわけです。それは間違ってる。だから今言ったように聖書から都合のいいところだけを取って宗教ってものはできてくるわけです。宗教組織、今言った三角形のこんな権力構造ってのは恐るべきです。人間の歴史はこれをずっと愚かにも繰り返してまいりました。余計な話になりました。僕はそんなことを皆さんに聖書を予言として言ってんではないんです。一つはユダヤ、一つの座標軸、もう一つは聖書予言、根源に帰ってメッセージを、偉そうな言い方ですけども、それを座標軸にしてやってまいりました。そしたら今日のテーマ、終わりの時代とは何かということなんです。その旧約聖書は一番古いところは3500年前と言いましたが、今から2600年前、まだ日本では縄文時代だね。エゼキエル書という旧約聖書に、そこにロシアがイスラエルに入るとき終わりの時代だって言ってるんです。予言です。ちょっと待てよ、ロシアが、そう、その当時はゴグと言われました。ロシアはここにある。しかも2600年前の旧約聖書の予言は北の果てからイスラエルに来るって書いてあるんです。今のイスラエルは偽ユダヤの国だって言ったんです。一部本当のユダヤに書いています、スバラディは。ほとんど偽ユダヤ人です。イスラエルの首相ご存じでしょう、ネタニヤフという人ですね。もちろんアシュケナージで偽ユダヤです。宗教のユダヤ、そういう
人たちがイスラエルを作ったのは何だ。昭和23年なんです。戦争が終わったのが1945年、昭和20年。昭和23年、1948年、ね、イスラエルができたんです。で、イスラエルができて、あるいはできたイスラエルに北の果てからやってくる、これが終わりの時代始まりと書いてあるんです。驚きもおのき三所の木、最近のテレビで言うとびっくりポンです。そんなことが今から2600年前書いてあるんですよ。だから僕はってそんなしょうもない話ですけど、19歳の時からダーッと研究してきたんです。もう今73になりました。尽きないです。それでやってきたら全部解けるんだから。いや、将来何が起きるまで分かるんです。僕の知恵じゃない、聖書の予言を研究したらみんな分かってくるんです。僕は何とかの能力、アホなこと言わないでください。僕は何の能力もない。聖書というテキスト、聖書という何て言いますか、さっき言った言葉で使うと座標軸を持ったらみんな分かる。そこで日本の中に多くのユダヤの人たちがおります。血統的にですよ。そういう人たちを古代ユダヤ系の人と言えばいいでしょう。そういう人たちが旧約聖書を読めばもっと分かる、これからの世界が。だから僕は伝えてるんです、日本の古代ユダヤの人に。自分は古代ユダヤがどこ分かりませんよとおっしゃるか分かりませんが、 DNA が聞いてる、あるいは Y 染色体が聞いてる。 DNA って何や。お母さんから遺伝してきたものです、昔から。 Y 染色体は男の人です。だからこの DNA と Y 染色体の本当のユダヤ、さっき言ったアラブ世界でおるわずかなスパラディのユダヤ人と日本人の DNA と Y 染色体を合わせば、あなたは本当のユダヤ人だったらすぐ分かる。やがてそういうユダヤが来ます。今その前兆です。天皇家はそうだと僕言っちゃいましたが、天皇家だけじゃないです。上から下までいろいろおります。そういう人たちにとって今言ったように終わりの時代、ロシアがやがてイスラエルに入る終わりの時代、今の言葉で言えば第三次世界大戦の始まりです。そう遠くない、僕脅して言ってないんです。第三次世界大戦はもうそう遠くないと思います。僕は今2015年ですが、2015年の秋ぐらいに何か起きるんじゃないかなと思ってました。もうロシアがどんどん来てたんですから。2016年、来年おそらく第三次世界大戦が始まると思います。第三次世界大戦は一時的にパパッと終わるんじゃないです。第二次世界大戦だけでも何年かも続いた。第三次世界大戦はもっと長いか短いか知らんけど、その一つの幕が終わって休憩して、そして第二回目の第三次世界大戦が起きる、二回にわたって。そういう中を日本による古代ユダヤの人たちのある人たちはくぐり抜けていくんです。だから、おお、聖書の予言でそんなこと言ってたんですか、そして内容は何ですかってことを知っておったら生き抜けていけるじゃないですか。怖い怖い怖いだけじゃなくて見通しが立つから。だから聖書の研究っていうのは非常に興味を超えてパワーを与える。さて、そのことが書いてある一部をちょっと見ましょうか。皆さんのお手元に資料がございますが、4ページにわたっておるんですが、そのうちの3ページをちょっとご覧いただけますか。1ページ、2ページ、3ページ。右上に3ページですよ。もう角のところをピッピッピッと破ってもらってもいいんです。その、ホッチキスのやつを。自由ですよ。3ページ、右上。旧約聖書。エゼキエル書38章って書いてありますね。2600年前。簡単に2600年前と思うか分かりませんが、日本の古事記という日本で一番古い本が書かれたのは大体今から1200年ぐらい前です。1200年前、2600年前でその倍以上なんです。そういう古い時に書かれた言葉を今から読むと思ってください。一番上の段14、それゆえ人の子よ、人の子よってね、エゼキエルという預言者に向かって言葉を預かった方やね。それゆえ人の子よ、予言して語句に言え、神である主はこうせられる。この予言って書いてあるでしょ、
言葉を預かって言え、もう秒すみません14、それゆえ人の声を予言して語句に言え、神である主はこうおせられる、私のためイスラエルが安心して住んでいる時、実にその日あなたは奮い立つのだ。はっきりイスラエルと書いてあるんです。でこれは偽ユダヤが作ったイスラエルですが、本当のユダヤも帰っていきましたということをさっき申し上げましたが、その意味です。分かりやすいね。もうペン、すいません。14ばっかり読んでますが、それゆえ人の声を予言して国に言え、神である主はこうせられる。私のためイスラエルが安心して住んでいるとき、実にその日あなたは奮い立つのだ。次、15。あなたは北の果てのあなたの国からと書いてある。イスラエルから見て北の果てはどこだ？ロシアです。誰でも分かる。北の果て。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。だからロシアだけじゃなくて、いろんな同盟国が入ってくると言ってるんです。今日は印刷しなかったけど、その中の一部に入ってくる国の名前が書いてある。一つはペルシャと書いてある。2600年前ペルシャと言われたんですが、今日で言えばイランであり、イラクです。イスラエル、ごめん、ロシアとイランがものすごい接近していってるでしょ。そのように未来を読めるわけです。あ、聖書の予言通りになってきてる。お、ロシアとイランが仲良くなってきてるな。そう。その他に北アフリカの国々、その中心はどこだ？リビアです。リビアのカダフィさんが殺されてから、もうリビアはバラバラになりました。統制が効かない。その北アフリカからもイスラエル入ってくる。もう一つ、プテということが書いてある。今日は印刷してませんよ。プテ、プテって何や？エチオピアです。アフリカの中でもちょっと変わった国ですね。そこから入ってくるわけです。詳しく書いてあるんですが、今日はすいません、印刷しませんでした。もっぺん15。あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼らは皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。16。あなたは私のためイスラエルを攻めに上り、終わりの日にあなたは血を追う蜘蛛のようになると、書いてある。血を追う蜘蛛のようになる。どういうことや？爆撃の変態ですよ。日本に今から70年前、アメリカの B29 がまさに血を追う蜘蛛のようになって日本にやってきました。皆さん、記録映画やいろんなもので見られたと思いますが、爆弾をバラ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 と落としたわけです。僕は子供の時ですから、記憶はないです。だけども、母は知ってましたね。だから B29 が来る、警戒警報発令なんてなったら、もう母親はとにかく、かわいいかわいい子供、僕のことなんですけど、パーッととにかくもう抱いて、一番初めに防空壕に入った。その防空壕も単なるその土を掘って、ようドラマか映画に出てくる、そんな防空壕行きませんで、産婦人科の鉄筋コンクリートのビルの地下に入る。今で言うたら駐車場があるようなとこでしょうね。当時はそんなんないですけど、そこへとにかく僕を引き連れて、引き連れてかおんぶして、そこ入った。血を追う蜘蛛のようになる。だから今度ロシアがイスラエルに来る時には地上軍もあるでしょうけれども、蜘蛛を、血を追う蜘蛛のようにやってくる。現実的な言葉ですね。16。あなたは私のためイスラエルを攻め上り、終わりの日に、今でいう第三次世界大戦に、あなたは血を追う蜘蛛のようになる。ゴグよ、私はあなたに私の地を攻めさせる。ゴグってね、ロシア。それは私があなたを使って諸国の民の目の前に私の聖なることを示し、彼らが私を知るためである。どういうことか言うたら、この腐り切った世界を第三次世界大戦をもって浄化すると言ってるわけです。浄化ってわかる？清める。もうどうしようもないほど、この人間の世界、政治、経済、道徳、社会、いろいろあります。全部浄化します。そのためにゴグが使われてイスラエルに入ると言ってるわけです。失礼ですけど、これだけ読んだだけで、えらい時代に我々は生きてるのは。そうですよ。どうして？ちょっとこちらの地図見たら、もうお分かりのようにイスラエルの北方にシリアという国があるんです。もうロシアはここまで来てる。シリアへ、 IS の問題、イスラミックステイトと言いますが、その狂ったようなイスラムの連中を空爆するためにロシア軍がシリアに来てるわけです。ロシアの海軍、ロシアの空軍もシリアに来てる。
そしてシリアのお隣はどこだ？イスラエルです。もうあとはごめんやっしゃー言うて国境を越えたら2600年前の言葉が成就する。これが世界の人々のものの見方です。僕だけが旧約聖書の予言を知ってるわけじゃない。知ってるわけです。多くの人がみんな身構えある人は準備しいろいろやってるわけです。日本やったら大丈夫ちゃうかということで欧米人の中で密かに日本にやってきてるやつもおるわね。例えば一つ言いますとビル・ゲイツっておりますね。コンピューターのもう日本でものすごい土地買ってる。どこへ？軽井沢だ。しかも軽井沢っていうのは高いとこでしょ。その地下5階まで作ったんだよね。広い地下道、地下壕で上から爆弾が起き核兵器が落ちても大丈夫なように準備しとる。金が腐るほどにあるから密かにやってるわけです。浮世はされている会社はどこや？日本の会社よ。大成建設という会社や。これは秘密ですよ。あんまり言わんといてくださいね。いや、僕言ってるのは現実ですよと言ってるわけです。金のあるやつは金の使いようがわからん。で、そういうことやるようなわけです。もちろん食料、水、電気も自家発電やる用意やるでしょう。僕言ってるのは、そういう時代になっておりますよということを言ってるわけです。一方、フランスのパリでは、COP21 ってやってるわけですね。地球の温暖化をどうしたらいいかとかやってるじゃないですか。そういうことも一つの面ですけど、もう一つは現実的に聖書の予言の時代が来た。そうだから準備するやつがおるわけ。あなたや私は知らないし、お金もない。どうしたらいいやら。古代ユダヤ人は生き残るんです。ほとんどビル・ゲイツなんてもすぐ死ぬやつや。そういう動きもある。世界の悪いけど本当の金持ちはどこへ逃げてるか分かる。地下5階どころかもっとたくさん地下作って逃げていっとる。ロックフェラーやロスチャイルやいろんな連中はどこが？ロシアのウラル半島です。ウラル山脈です。ロシアのウラル山脈というのはね、海から一番遠いところなんです。ハートランドっていうんですね。心のハート、心臓でしょ。その大地だから、ロシアのウラル山脈の下は世界のそういう権力者や金のあるやつがもう今どんどん掘っとるわけです。いや、ロシアがいよいよイスラエルに入ってくるとあんた今言ったじゃないですか。ロシア自身が大丈夫ですよ。ロシアはイスラエルに入るんですから。だから彼らはウラル山脈の下にどんどん作ってる。へえ、ウラル山脈ってシベリアの始まりじゃないですかっておっしゃるか分かりませんが、バカになりませんで、今ウラル山脈の土地はめちゃくちゃ高い。そういう意味ね。だからそういう動きがすでにある。それは何や言うたら、予言があるから。聖書の予言なんです。あらかじめの予言ちゃいますね。ノストラダムスの予言とちゃいますよ。神の預かった言葉の予言だと言ってるわけです。すいませんが、もう一度15、あなたは北の果てのあなたの国から多くの国々の民を率いてくる。彼は皆馬に乗るもので大集団大軍勢だ。あなたは私のためイスラエルを攻め上り、終わりの日にあなたは地を浮く雲のようになる。もうイスラエルの北のシリアにまで来てるわけです。ロシアはちょっと時間も問題ですから、もう少し18、午後がロシアが18、イスラエルの地を攻めるその日、神である主の御告げ、私は怒りを燃え上がらせる。つまりロシアがイスラエルに入った時にいよいよ神の怒りが現れると言ってるわけですね。その今直前です。いわば19、私は妬みと激しい怒りの火を吹きつけて言う。その日には、この妬みっては人間のね、女編の妬みじゃないですよ。これ訳がこんなになってるけど、その日には必ずイスラエルの地に大きな地震が起こる。海の魚も空の鳥も野の獣も地面を這うすべてのものも地上のすべての人間も私の前で震え上がり、山々は覆り、崖は落ち、すべての城壁は地に倒れる。だから大地震があのイスラエルの地で中東で始まる。
私は剣を呼び寄せて私のすべての山々まで極を攻めさせる。ロシアを神である主の御告げ、次のことが大事や。彼らは剣で同士討ちをすると書いてある。ここまで書いてある。え、ロシアがイスラエルに入って全世界が震撼とし中東で大地震が起きる中、ロシアはどうなるんや。2600年前の予言、同士討ちを始めると書いてある。さっき申し上げたでしょ、ロシア軍だけが組んでないんです。イランもいろんな国々もある。同士討ちを始めて彼らは滅びていくって言うんです。あなたや私はこれから起きるであろう時代の未来を見ているように感じません？これがね、世界の常識的な時代を読む発想なんです。それは政治、経済、社会、軍事、いろんな情報を集めて将来こうなるでしょうというふうに考えるのは、それはいいですよ。それは常識的な考えなんですね。しかしもう一つ変わらざる、さっき座標軸と言いましたが、3600年前、今の場合は2600年前からずっと変わらない、しかも永遠のベストセラー、これは偉い時代が来るでと知っている人がおるし、僕はその基準によって今メッセージしてるわけです。日本の中でこんなこと言ったらお前アホかって言われます。言われようがどうしようが、これが世界の基準やって言ってるわけです。今度4月、今12月ですが、4月だと4ヶ月ぐらい先ですが、ここでまた皆さんにお会いしたいんです。次の講演会は福岡で4月にあります。その間何が起きてるでしょう。これからの4ヶ月分かりません。ロシアも一旦妥協して U ターン始めるか分かりませんね。しかしつららが、雪で固まった氷で固まったつららが暖かくなって下へストーン閉じるように、ロシアはイスラエルに入るかもわからない。ここでもう一つ大切なことを言います。一つはロシアのことについて書いてある聖書の予言ということ。もう一つ、人為的という言葉、人為的、人間の力。エゼキエル38章の予言を我らがやろうやないかという組織、意味わかる？昔戦争中、天に代わりて仇を討つ、あるいは敵を討つということがあった。我らが天に代わって、神に代わって仇を討ったらやないか。そやー、そう、つまりエゼキエルの予言を知っている、次ある神に逆らう、神じゃない、反神、もっと分かりやすいけど悪魔的な連中が予言を成就させようやないか、神の予言を我らの力で成就させたらやないか。そう、これ大事な情報よ。時代の最先端って言ったら変な言い方ですが、これからこれを話します。一体誰がそんなふうなことをするんや。イルミナティです。イルミナティって何か、別な言葉で言うとユダヤ地下組織です。この中には本当のユダヤもおるし、さっきの偽ユダヤのアシュケナージも入ってる。イルミナティの統領、親分はロスチャイルドです。ロスチャイルドを考えると、さっき出てきたビル・ゲイツなんてもう子供みたいなもんです。世界の流通、金融、政治、権力、ロックフェラーよりも上ですよ、ロスチャイルド。これ本当のユダヤ人なんです。だけど心はまともじゃない、悪魔的と言いましたが、悪魔に心を打ったような連中がロスチャイルド、本当のユダヤ人です、血統的に。その連中が組織してイルミナチを作って、これがエゼキエル38章の今のロシアがイスラエルに入るということを人為的にやろうやないかと言ってるんです。話は元に戻しますと、1939年、昭和14年になりますかね、1939年9月1日、第二次世界大戦はこの時から始まったね。ヒトラーという人間がその戦争
やったと言われてるわけですね。だけど1914年から1918年、ずいぶん昔になりますが、この間第一次世界大戦があった。で、人類はもうお互い殺し合って、あーと、もうヨーロッパは特に大変でした。もう人類が初めて体験した悲劇の、まあ、第一次世界大戦ね。しかし第二次世界大戦が起きるわけですよ。なんでや、ヒトラー、ナチスってのが出てくるわけ。第一次世界大戦の延長線上に第二次世界大戦があったんです。どういうことやと思われるか分かりませんが、恨みつらみです、ドイツ人の。例えば一つ、第一次世界大戦でやられたフランス、ベルギー、オランダとかいろいろありますやんか。そんな連中はドイツに、ヒトラーが出る前ですよ、ドイツにものすごい賠償金をかけたわけです。これが皆さん世に言うベルサイユ条約の賠償金、天文学的です。なんで天文学的で言えるのか、ドイツは第一次世界大戦で負けたんですよ。王様はもう国を捨てて逃げました。王様はいない。だからもう政治的にはドイツはめちゃくちゃ、誰も政治が取れない。だから俺がやったら、俺がやったら、俺が政治やったら、そういう政治のわけのわからん連中がいっぱい出てきて、街頭に出て叫び、デモをやった。そのうちの一つはナチスなんです。だからナチスばっかりじゃないんです。右のものもおれば左のものもおらねえ。ヒトラーは第一次世界大戦中に5兆だからもうずっと下の下士官だね、ほんで毒ガスを浴びて目が見えなくなっちゃったんです、ヒトラーは。それでもちょっと言って3回も負傷した男や。今言ったように下士官ですが、ずっと下なんです、将軍じゃないんです。そういう地位もなく何もない、その男がやがてナチスの指導者になるわけです。不思議と思いません？ヒトラーの資金は誰が出したんや。そう、誰が出したんや、ヒトラーの資金は。ヒトラー悪いやっちゃ、それはマスコミが言ってるわけです。でヒトラーに誰が金を注いだんや。せよなかったら第二次世界大戦を1939年9月1日に起こすドイツ、あるいはナチスのお金はないじゃない。もっと分かりやすく言ったら、再軍備なんかできませんや、軍備を持たないと。1939年9月1日ポーランドへナチスが行った。その時皆さん知ってるように電撃作戦です。ドイツの飛行機がうわーっと降りていって、バババババーってやったわけです。その当時ポーランドの頼りとできる軍隊は騎兵隊なんです、馬に乗って。だから織田信長の時代見たもんですわ、言うても悪いけど、そんな相手ね、上から飛行機でブワーって来るんですから、誰がそんな方にヒトラーの空軍力を与え、戦車を与え、海軍力を与え、地上軍の力を与えたのか。目的は何か、第二次世界大戦を起こすためですよ。皆さん世の中でそうなってるな。私たちは第二次世界大戦が起きて、えらいことやわ、大きい人が死んで、そう、それが常識的なまともな考えです。しかしそうではない、常に戦争を欲していくやつがおる。だから僕先ほどちらっと言いましたが、悪魔的な反神の思想だって言ってるわけ。そんな連中がおる、狂ったようなやつ。今 IS が世界中で暴れまくってる。 IS を作ったの誰だ、アメリカだよ。そんな一切言わない、アメリカの CIA 情報局、イスラエル、そう、モサド、サウジアラビア、石油の石油大国が金を出した。アメリカとイスラエルとサウジアラビアです。その連中が例えばさっきのシリア、ガン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 圧迫していくわけです。でアサドっていうシリアの大統領はもう窮地に陥れられてめちゃくちゃになっちゃうわけですね。ほんでこれではということで、このシリアのアサドを助けるためにアメリカなんかに支えられている反政府組織や今の IS をまともに攻撃したやつがおる。
ロシアです。今です。正確に言うと今年の9月30日からロシアは真面目にやりだしたんです、 IS を。もうアメリカにとってはそんなことを、そんなことやめてくださいよって言えないですよ。世界を自分らのように敵と味方を分けながら上手に敵に見せるようなことを味方に使いながらやってたわけです、 IS は。こいつは敵か味方か分からんなって世の中にいっぱいあるじゃない。敵だと思ってるのが味方だったり、逆に味方やと思ってるのが裏切ってみたり、世の中いっぱいでしょ。 IS はそういうもんやった。それをロシアが真面目に叩いた。そこでもうロシアにクソえと思ってる連中がおるわけよ。ロシアの民間航空機がエジプトのシナイ半島の上空で爆破された、覚えてるでしょ。224人が死んだね。もう忘れた？あれ11月やなかったかね。224人です。でこれなんだ、ロシアへ怒れって言ってるわけです。お前らここまで IS にさえながらでもなおシリアを助けるのか、バーっていうことや。それでもロシアの大統領プーチンはまた IS を攻撃するじゃない。ほなアメリカの連中にしたらもうとんでもない、わからないバカじゃないのと。それで今度始めたのはなんだって言ったら分かるようにロシアの爆撃を爆撃で落としちゃったわけよ。この前ロシア、トルコの上空で知ってるでしょ。めちゃくちゃですよ。要するになんだ、トルコを怒らせちゃう、ロシアを怒らせる。お前ここまでされても何も思わんのか、お前ここまでされて何も思わんのか、それが今なんです。だからロシアは何をしても悪です。今何をしても悪、僕何もしてないんですけどお前は悪だって言ってますね。僕はお友達を助けてあげて良いものをあげたんだよ、あの人にお菓子もあげたんだよって言って、お前は悪だって言われてる。お前は学校で、だから皆さん新聞見てロシアもやむを得ないところがあったので絶対書いてないでしょ。それが悪なんですよ全部。え、なんださっきの予言、ロシア引っ張り出す、何をしても悪、引っ張り出す。で究極のやつはロシアの爆撃機が撃墜されたんです。民間航空機がやられて今言った224人の方が亡くなった、それは大変なことですよ。だけどロシアの最新鋭の爆撃機がトルコの爆撃によってやられたなんて、こんな恥さらしなことないですよ。お前そこまでされても何とも思わんのかっていう感じやね。それが今です。話また戻さなきゃいけませんね。ヒトラーまで行きましたから。そこでヒトラーに再軍備の費用を出す。ドイツにおいてはいっぱい運動があった、その中にこいつは使えるぜとしてお金を注ぎよったわけや。イルミナティが次の戦争への準備をあいつにさせよう。なんでや、武器だけ当たるんじゃないですよ、肉死んでますから。ドイツ人ってのはものすごい頭の人ですね、知ってらっしゃるでしょ。いわゆる科学というものの大体源泉はドイツです。だから第二次世界大戦が終わった時にアメリカもソ連もものすごいドイツの優れた連中をアメリカやソ連に連れて行ったわけです。宇宙開発ってなりますね。昨日日本人が帰っておいでになりました。そういう根本はドイツ人です全部。それをアメリカが連れて行った、それをソ連が連れて行った。だからドイツっていう国は賢い人もおる、もう一つプライドが高い、ドイツ民族はってやってるわけですね。世界に冠たるドイツはってやってるわけです。だからそういう時に伍長であったヒトラーが出てきてドイツ語で我らドイツはって言ったらみんなうわーってやるわけです。申し上げますけどそういうヒトラーに金を注いでヒトラーを宣伝的に上げて上げて上げて、そして再軍備をさせてヨーロッパに対する恨みつらみを晴らさせては第二次世界大戦を起こすことができる。これが第二次世界大戦です。しかしヒトラーあるいはドイツが世界を制覇させることは
許しません。だからドイツがイギリスに爆撃を加えた。皆さん知ってらっしゃるように、あの時 V2 あるいは V1 というロケットでダーンってやったんです。その当時もミサイルがあったんですから、爆撃機でもちろんロンドンの上空やりましたよ。だけどもミサイルやったんですよ、もうその時代に、70年以上前に。そのドイツが対イギリスのことを中断して、これが変なんですが、急にやめてソ連へ向かう。そしてソ連のあの泥沼が入っていくわけです。結局かつてナポレオンが今から約200年以上前に歩んだ道をヒトラーのナチス軍が行ったわけです。ほんで負ける。冬将軍っていうのなんですね。冬将軍って言ったらどっかの冬の将軍様が軍隊来てじゃないです。ものすごい寒い、マイナス20度マイナス30度ことによれば35度。そこへドイツ軍がいわば簡単にやっつけられると思ったから、夏服で行けた。そらあかん。そして方法の手でドイツは退却するわけです。皆さん知ってらっしゃるようにヒトラーは敗北した。このヒトラーの部下一つの家来にヒムラーという人がある。これが偽ユダヤを虐殺する指揮を取った。アウシュビッツ、皆さん知ってる通り、ここへカメラ持って行って全部その様子を撮って、後のための用意をイルミナティはした。だから皆さんはテレビやそういうもので見てるわけです。でそこで戦争は終わって、1945年5月ヒトラーは自殺しました。そして1948年覚えてますか、イスラエル建国。第二次世界大戦によって、ナチスによって、憎むべきナチスによって、こんだけ犠牲を帯びた国々、その中でまだ国はないけれども一番痛められたのはアシュケナージユダヤ人だとなったんです。どっかへ国を作ってやらないと、またあの人たちはヨーロッパにおったらまた迫害されるんじゃないか。これ大体偽ユダヤ人ということでしょ。聖書のユダヤ人じゃないんです。ユダヤ教の宗教のユダヤ人です。もともとはカザールです。この人たちを救ってやらなければならない。国連を動かして、1948年5月、イスラエルを建国させたわけよ。これが今のイスラエルです。エゼキエルの預言は2600年前、その新しく成立したイスラエルにロシアは来ると言ったんです。だから世界は第三次世界大戦に向かって、最終戦争に向かっていきますが、そういう直前におる、しかも誰かが立てたプログラム通りに世界を動かしているということは分かるわね。だから私たち表だけ見て、ああユダヤの人はかわいそうやと思ってたら、偽ユダヤ人と本当のユダヤ人も区別すらつかない。なんでこんなことになるんやろか。そう、 COP21、 さっき話したね、パリであったでしょ。まとまるはずがないでしょ、地球の温暖化を。まとまりましたよ、それぞれの多数決でやったり、あってごめん達成でできないから、 最大公約数を取ったね。だけど結局実現できません。もうダメなんです、人間は。自分で温暖を抑えることなんかできません。人間は成長と自分の幸せを考えてますから、地球全体のことは考えられない。正直言ったらそうや。だけど政治家たちは一応妥協して、昨日か今日発表するCOP21は決まった。だけどイルミナティは何を考えてるのか。世界はこのままでは持たない。さっき言ったでしょ、反神です。天に代わってアダを打つわけですから、だんだん彼らは神のようになっちゃった。そんな振る舞いをした。そこでどうする。今日の人口70億人口抹殺に入る。だから第三次世界大戦は彼らにとって必要なんです。核戦争が必要なんです。世界人口は10億に減らす、はっきり言ってますよ。70億は多い、
10億。しかもそこに生き残ったやつをどう使うかというのが彼らの本音や。あなたは今えらいニュースを聞いたやん。本当ですよ。その中で古代ユダヤ人はどうなるのか。日本による古代ユダヤ人は生き残る。だから私たちは表面的な事件をいろいろ見ますが、水面下では一体何が起きているのか。そう、安倍総理はバカじゃない。もちろん安倍総理を動かす連中がおるということを知っておかなきゃ。今世界がこんなふうに動いてえらいこっちゃなと思って、えらいこっちゃっていうのは木の上を見てるわけです。土の上を。で、地面の中で何が起きてんのや。それは本当のことでしょ。そうじゃない。日本でかて中に何が起きてませんや。そう、安倍総理は言って悪いですけど操り人形みたいなもんですわ。その下で何が動いてないの。日本を本当に動かしてるものなんて表に出ません。世界もそうだ。イルミナティ、こちらはユダヤ地下政府といった。ここから大事な話を言います。ヒトラーの話はちょっとお分かりいただけるんじゃないでしょうか。だから一口で言うとヒトラーも使われた人です。ただこれもいらなくなったらもういらない。これがベルリンの最後の攻防戦ですね。もういらない。再びドイツが立ち上がれないように。もっと分からせて言うとヒトラーを使った連中の謀略が分かっているやつが死ぬためにドイツの東と西を分けて、かつ死んだなと分かった時に統一を図ったわけよ。世界を思い通り、さっき言った悪いことは神のように動かしたやつがおる。暴毒です、暴毒です。そこで色味なって、これがユダヤ地下政府やと言った、ね、これに逆らう、あるいは戦う。世界には見えざる表じゃない地下水脈で戦っているもう一つの勢力がある。これがロシア地下政府です。前ここでお話したことがあったのかどうか忘れましたけど、だから地下なんです。地下、さっき言ったでしょ、ビル・ゲイツが軽井沢でごっつい家を作って、だから贅沢しようとしてるんじゃないんです。彼らは地下なんです。表に出ません。逃れるためにその中の写真を見せてもらった。ビル・ゲイツの秘密の館や。ほんならテレビの部屋がある、地下3階かなんかで。で、僕はそれを作ってるなんとか建設に、これバカじゃないの、テレビなんて第三次世界大戦終わったらアンテナも見なくなっちゃうじゃないですか、なんで地下3階でテレビの部屋なんかあるんですか。ほんならその人は僕に言った、宇野先生気がついてください、ビデオですよって。なんで笑えへんの。宇野先生もう今はビデオの時代ですよ。だからその電波を送られてこなくてもちゃんと、いやちゃんとあいつらは考えておるんですよって言ってました。食料期限。だからビル・ゲイツも所詮本当の主体じゃないんです。ユダヤ地下政府、ロシア地下政府じゃないんですね。使われてる人でしょ。二つの地下政府の今、つまりいよいよロシアがエゼキエルの予言通り、予言通りイスラエルへ突入する。その直前の終わりの時代、今日のテーマです。ロシア地下政府とは何か。だから地下なんです。表出ません。だから私たちはロシア、つまりロシア革命が起きた時に、さっき言ったレーニン、スターリン知ってるわけです。その次、マレンコフとしたら出たんです。マレンコフ。こっから地下政府が始まったんです。だから表の政府は、これが地下政府に潜る。表のロシア政府は、例えばブルガーニンやとか、後にブレイジネフやとか、あるいはゴルバチョフやとか、それは出てきます。これ表の政府なんです。スターリンなんてものすごい悪いやつですね。
おそらく2000万ぐらい殺してるでしょうね。だけど今スターリンが問題じゃないか、逆に毛沢東が問題じゃないか、誰も言いません。毛沢東なんてヒトラーが600万の虐殺だと言われてますが、そんなところには桁が違う。もう狂ったように人を殺した連中ですよ。本当の権力握って本当の力を持ったやつはもう攻撃されないんです。毛沢東っていうのが出てきましたから、ここでついでに申し上げましたら、中国はどうやというのがあるんです。中国共産党はロシア地下政府なんです。イコール中国は自分で動いてません。よく言いますが、習近平という人が出てきますね。今国家主席でしょ。ものすごい失礼な言い方ですけど、習近平偉い人だと思う？権力ある人だと思います？超えてますぜ。超えてるから相手偉いわけでないわね。ほんでなんかマイクの前立っていつも呼んでるでしょ、ちょっとの挨拶でも。劇なんです、劇。習近平だ、騙されたらダメですよ。それじゃあロシア地下政府とこの連絡係になりつつも、イルミナティから情報を集めてる中枢によるやつは誰や、大木さんというやつです。めったに出ませんな。これが外部との力関係で生きとる。李克強、李克強という人がありますね、今首相ですが、彼は大体世界の真実を知ってるんですよ。中国の首相李克強、彼は本当のこと言えない。だけどある時彼は本間のことを言った。中国で発表される成長率やとかいろんな統計がありますが、私はそんなものを信じてませんと言ったんですよ。中国の首相がですよ。となって、あんた何を信じるんですかとなったら、私は輸送量の動きやとか電力の使い方とか、そういう3つの統計をもらって中国の真実な姿を撮ってるんです、有名な話です。でそれは口を滑らしちゃったね。だから李克強は危ないですよ。いつやられるか分かりません。習近平は何も言いません。でどこ行って援助しますって言って、この前アフリカ行って7兆円の援助をします。中国国民生きるか死ぬかで迷っとんだよね、下の方の人は。そんなお金中国にあるはずがないじゃないですか。だけどアフリカ行って7兆円を皆さんに寄付いたします。おかしい。なんでこんな中国が生きてんのや。ロシア地下政府のコントロールですから。だから前にお話したと思いますが、かつて中国で核実験があった、当時原爆実験って言いましたね。ロシア中国ですごいじゃないですか、原爆実験やって。あるいは戦闘機もすごいじゃないですか、時々テレビで映るで。おっしゃるかも分かりませんが、それはロシア地下政府からロシアのものを持っていったんです。ほら中国でドーンとやったわけです。中国でやったら中国の地下実験になるわね。当時アメリカとソ連は、原爆実験しませんという約束で調印してたんです。だけど中国はそれに関係してませんから、これ分かる？ソ連の核兵器を、ソ連の核兵器を中国へ持って行って何回も実験できたわけですよ、ソ連は。それは中国がやってるから条約に触れないわけよ。やがてアメリカと中国が戦争する。今の南シナ海の問題みたいなもんよ、今の実験のことでね。アメリカとソ連はお互い核実験は自分のことでやれませんとなってた。ほんでそういう状態の中で、もしもしもしよ、中国がアメリカに ICBM 弾道弾ミサイルを撃ち込んだ、だけど実はそれはソ連製だとなった時に、アメリカはほんまに中国がやったと思って中国へ攻撃を加える。生き残った中国はアメリカに攻撃を加える。ソ連は安泰です。地下政府はそういうもんや。中国で強いのどっか宇宙へ行って何とかやってはいないか、だからソ連のやつを持っていてやってるわけです。そう読んでください、これからの世界を。さてイルミナティの地下政府お話ししましたね。
世界人口を減らして新しい世界を作る。だから第三次世界大戦が必要だ。いろいろある。このイルミナティ、ユダヤ地下政府の中で真剣に金を注いでやってる連中の中にロックフェラーがおる。アメリカの王様と言われてるね。知ってるでしょ、ロックフェラーは。この連中が例えば遺伝子の組み換え、皆さん大豆を食べたりやってますが、変な子供が生まれたりいろいろやるわけ。みんなロックフェラーです。添加物やね、除草剤、農薬、そういうことで何をやってるんだ、病気を作る。だからどんどこどんどこ人口を減らしていく。ものすごい悪いことを言います。皆さんにちょっと気が悪くなるか分かりませんが、日本の偉人の中ね、二宮金次郎という人がおりました。立派な人でしたね。僕今言おうとしているのは野口英世です。黄熱病でアフリカ行ってかかって死んじゃね、苦労したね、やけどして。知ってるでしょ、野口英世は。野口英世はアメリカ行ってロックフェラーに使われた人ですよ。毒蛇の研究やったんです。だから日本では野口英世は立派な人やな、もちろんある意味において立派です。だけど後ろはロックフェラーです。そしてなんでアフリカのとこ行って黄熱病で死ぬんですか。亡くなってからもう仮に100年近くなると思いますが、野口英世が亡くなって、その遺体、100年前ですよ、まだ冷凍設備が十分にあるわけではない、その彼の亡くなった遺体を棺桶に入れて、それを誰にも手を触れさせないでアメリカへ持って帰って、アメリカで葬ったんです。ロックフェラーの命令です。そう考えたら我々はこっちから見て、へえ依頼してやねえなと思ってる、その裏もある。科学者っていうのは難しい。自分たちとしては研究したいんです。誰が出していいから金出してくれたらやりたいっていうのがあるね。原爆でもそうでしょ、ウランでもそうでしょ、九龍夫人も皆さんやね、研究させてもらえたら嬉しいんです。潰れた柱時計をこれちょっと直してや言われたら、小さい子供が好きでカーってやって、もうね、大人が見たらお前何やってんねんって言いたくなるぐらいパーッとバラバラにして、もう嬉しくて嬉しくて、そして直った言ってそれを組み立てる。同じです。科学者とはそういうもんだ。パズルやってるお前だから利用される。核兵器も毒ガス兵器もみんなそうです。そこに金を出しつつコントロールするのがイルミナティ。もう一方はロシア地下政府はそれに対してものすごい警戒してますよ。そして彼らはずっと前からガチャガチャガチャーと対立してきたわけです。そして今次のことが最終決着なんです。これが一番初めに申し上げた、ロシアがシリアまで来た。その前に何が問題やったか、ウクライナよ。ウクライナ問題がわーっと世界を揺るがしたのは去年の2月ですよ。クリミア半島っていうのはここに書いてある、クリミア、これが問題となって、うわーロシア悪いやちゃな。これが去年の3月、遠い昔のようなものでしょ。去年ですよ、ウクライナ問題は。そして今9月30日、このシリアを助けるためにロシア空軍が、さっきお話した IS をバンバンが攻撃する。だからイルミナティが使っているアメリカはなんやあれはとなったんです。ほんで最後はロシアの爆撃機を撃墜したわけです。トルコを使って、もちろんトルコを使って。ほんだらそれで終わるかっていうのはそうじゃない。ちょっと資料、今見ておられましたが、今度は2ページへちょっと見てくださって、2ページ右上、ロシア、シリアにミサイル配備と書いてあるでしょ。この写真がちょっと暗くて見えにくいんですが、3人のロシア大統領、アメリカ大統領、フランス大統領おりますが、その下のわーっとなんか暗くなっておりますが、これが下に書いてあるようにロシアの爆撃機が撃墜されたわけです。トルコがやったというと、アメリカがもちろんやったわけですね。ほんでその右の見出しですよ、ロシアは
シリアにミサイル配備、つまり爆撃やられたものすごい恥なんですよ。だけどそれをこのバネにして、今度はシリアへミサイルは、シリア、ロシアはミサイル配備始めた、最新鋭のやつを。このミサイルをひょっと見ながら見るけど、イスラエルですよ。じわやられてるロシアも負けてないわけです、バカみたいに。その左、ロ、トルコ避難を強化。なんでや、トルコの石油の密輸、 IS が掘った石油をエルドアン、トルコの大統領とその家族が密輸で儲けてるやないか。ロシア大統領プーチンがこれ言ったんです。大統領はこんなこと言うべきじゃない。でプーチンは言っちゃった、あのエルドアンは密輸で儲けとるんですよって言った。ほんならやられたエルドアンはその通りでございますって言うと思うか。なんやねんとなるでしょ。言っちゃいけないこと言っちゃった。だからだんだんロシアとトルコの間は険悪です。そして年が暮れる。一番右、今2ページの右、ロシア、五輪ってオリンピックだね、五輪出場停止か。その下、組織的ドーピングって書いてある。皆さんこれよく、報道されました。なんでこんな時にロシアのドーピングを言わなあかんねや。そうでしょ、ロシアはなんか変な薬飲んであれで金メダル取り合ったんや。ソ連からそのまま今もロシアも一緒や言う必要ないし、話したよろしやん。いわばロシアに相談することなく、ロシアってのはこんな国やとなったんですよ。だから右、もう一度右の隅ですが、ロシアオリンピック出場停止か。いわば人情的に言うと、オリンピックの選手は昨日だね、お前持ってるそのオリンピックの金メダルはドービングの結果としてもらったのかとか、いろんなことあるじゃないですか。今羽生さんという日本の人がオリンピックで前なんかもらったね、なんかで悪いけど金メダルもらったのかな。ほんで今はプラララッてって氷の上でやるなんかクラッと滑ってあります。僕あんなようやってはなと思うんですけど、あんなサーカスの人に任せたらいいんじゃないかと思うけども、とにかくクラクラッてやってはるね。あの人はもし金メダルかなんかもらったとしましょうや、あんたドーピングでもうたんちゃうか言われたらもうめちゃくちゃ気の毒ですよ。だからロシアの国家に対して、あいつらドーピングや、わかる、イルミナティがユダヤ地下政府がロシアを攻撃してる、怒れ、出てこい、ここまで言われても出ていかんのか、どうだ。つまりシリアまで来てるロシアはイスラエル入らないんかね。ここへ神の予言の言葉を俺らが実現させる、天に代わってアダを打つ、その直前まで来てる。恐るべき時代です。日本人にはさっぱりわからない。プーチンは知ってる。だけど問題はロシアで、イスラエルで何かが起きるとき、言葉を変えればロシアがイスラエルに入らざるを得ない事態が発生する可能性もある。パレスチナ問題です。これが起きたらロシアは入らざるを得なくなるか分かりません。ブス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 と日の出が上がりつつある。パレスチナでロシアは動くかも分かりません、この数ヶ月で。別な言葉で言うと、誘い込まれていくかもしれない。そして彼らは旧約聖書の予言によれば同士討ちをすると書いてある。だからロシアは結局は同士討ちして崩壊していくと待ってるわけです。ほんなら皆さんは、日本はどうなりますねということになりますわな。日本は一体どうなりますんや。ことは中東ですからね。そこで第三次世界大戦の火種が起きたらえらいことですね。さっきから言ってるのちょっと忘れてますか。第三次世界大戦一緒に終わるんじゃないですよ。何ヶ月か数年かかる。一旦中断、そして2回目の第三次世界大戦に入る。その時に人口は今も70億からガタンと減ってる。第一回目の第三次世界大戦中断、そして
この中断の時に世界的独裁者が登場する。かつてヒトラーはドイツの独裁者でした。世界的独裁者が出てくる。ヒトラーを超えた人間です。世界を独裁的に治める。準備してるでしょう、イルミナティは。ロシア地下政府を滅ぼした後どうして統治してますか。コンピューターです。人間をコンピューターで、数字で。思いつかない。あなたの家に送ってきたじゃない、マイナンバーよ。これを日本人1億2500万人全部配る。安倍総理はそんなことはこれに逆らえないんです。今日本もはっきり言って、安倍総理はアメリカなんか大嫌いです。だけど従うスタイルを取ってらっしゃらないやん。そうでしたろ。もっと分かりやすい言うたら、日本と中国と韓国が地下政府を入れないだから、その三国が仲良くやったらこんな怖い国ないですよ。だから常に日本と韓国とアメリカが、日本が喧嘩するように作っとるわけです、彼らは。だから日本はもうお互い喧嘩するようなスタイルをしてますが、スタイルです、生き残るために。同じです、数字、マイナンバーを配らざるを得ません、逆らえません。だからあなたに番号が来たんです。番号じゃない、スーパーコンピューターがその番号を覚えてる。日本のスーパーコンピューターはどこにある。神戸です。アメリカのスーパーコンピューターよりも実質的にはもっとすごいです。これが企業を作ってるんです。どういうことや。自動車を作るにも、薬品を作るにも、何でも今コンピューターがやってる。大企業の経営はコンピューターの知恵です。もうそんな人間の社長の知恵、会長の知恵なんてダメなんです。みんなコンピューターに頭を下げてる。悪魔に使われる人がおる。そう、人間は悪魔と同じようにコンピューターに使い出したんです。だから今日のテーマ、終わりの年は近いということが分かる。ご和算で願いましては、世界が、神が浄化する時代が近づいてる。しばし休憩させてもらいますが、あの絵の句が新しく出ました。12月号、ここでロシア地下政府について詳しく言いました。あの表紙はモズです。モズ、これ書いたんですが、モズっていうのは100の下の下、口の中の下、100の下の鳥で書くでしょ。モズってひらがなで書いたら2つの文字やんか。モズ、漢字で書いたら3つや。不思議なこと、鳥やね。僕いつも思うんですけど、僕は山の中に住んでますから、このモズの声聞いて、モズなんでそんな名前言うたらね、ものすごいモノマネがうまいや。実は11月ずっとウグイスが鳴いてる、僕の家の周りに。本当にウグイスだと思いましたよ。今もってわからない、モズかもわからない。そうかと思ったらメジロの声になったり、いろんなね、スズメの声になったりやりますね。モズ、皆さんも騙されたらあかんで、世の中はモズだらけやと思わなか。モズ、ロシア地下政府について、それからニューワールドビュー、これは僕は2ヶ月に1回書いてます。絵の具は毎月ですが、これは2ヶ月に1回、ここで第三次世界大戦への序曲、プーチンのロシアが動いたということで、その題にはマイナンバー、その行方に何があるかということで、書いておきました。ニューワールドビュー、これ2ヶ月に1回ですね。それから、今後で、後半で、日本におる本当のユダヤの中枢部、日本の奥の院について話をしますが、その奥の院のいわば方々に送られた手紙っていうのがあるんです。2000年前にヤコブの手紙っていうのがあるんです。それを、及ばずながらちょっと解説いたしました。ユダヤ封印の書、封印って福田さん、ユダヤ封印の書、ヤコブからの手紙を解読、これほんのこの前講演しました。もしよろしければ、砂漠の植物サボテン、そこに花が咲きますね。サボテンの花、そのバッグはサボテンの花だから、日本に来たユダヤ民族は生き残るために砂漠の中で生きていたようなもんや言うて、そういう写真にしてるわけです。これはシリーズでいきますが、第1回目のやつをこの前
ヤコブの手紙をやりました。それからちょっと前、なぜアメリカは大凋落するのかということで、アメリカの凋落、つまりイルミナティに捨てられるアメリカは、オバマは何もしてません。そのことでちょっとメッセージして、日本の恥部、休憩してから今日休憩してからお話しますが、日本の恥部は何かといったら、エタの問題です。差別の問題。なんでエタと言われる人たちが差別されるんや。これはもう大変な問題。日本の最大の恥部です、ユダヤ問題でね。日本のユダヤ問題、それを話しますが、それの、まあ、いわば助国をなぜアメリカは大凋落をするのかというメッセージの中で、日本の差別問題について取り上げました。みんな CD、DVD、ブルーレイみんなあります。もしよろしければ、僕自身が言うの変だけど、貴重な情報だと思いますので、ぜひ聞いてください。ではしばしの間休憩させていただきます。ありがとうございます。失礼いたします。もう少しお付き合いください。そこで2つの地下政府、ユダヤ地下政府とロシア地下政府で、ロシア地下政府が第三次世界大戦の中で崩壊するでしょう、おそらく。ユダヤ地下政府はさっき独裁者が出ると言いました。ヒトラーよりももっと大いなるものね、それ用意していると思いますが、それも結局は滅んでしまう。だけどその前に、日本に古代ユダヤの人たちが、まあ、集結していると言いますか、この島国で守られて、一つはほとんど根結することなく、もし本当のユダヤ人が中央アジアにおったら、激しく根結が起きたかも分かりませんね。よほど気をつけないと。日本の山、また山のところでおると、ほとんど古代ユダヤの人たちを純潔に守られています。もちろん中国の人や朝鮮の人やいろんな人もおるんですが、長いこと日本人はそれぞれの地域でそれぞれの部族ごとで生きてきたと考えたらいいかも分かりませんね。それをユダヤ地下政府は知ってる。ロスチャイルドは特に知ってる。なんで分かるようになったのか。日露戦争なんです。なんで、あの日露戦争の時に日本はロシアというその当時もう世界の超大国と戦う時に、結局お金が足りない、兵器を買うにしてもいろいろね。ほんでお金を借りたわけです。そうしないと戦えないから。だから二霊山の戦いとか旅順の戦いとかみんな知ってるわけですね。だけどそれは結果なんです。借金しないと戦えませんでした。そこで日本に窓口となって金を貸したユダヤ人がヤコブ・シフという人間です。アメリカにおりました。そのヤコブ・シフの背後にいたのがさっき言ったロシアイルドです。で、日本に金貸した。普通アメリカ、特にヨーロッパの人たちはお金を借りたら借金は返さないもんなんですね。ひどい話やね。猫ばばにしちゃう。日本人は真面目に最後の最後まで借金を利子つけてビタ一文ねぐらで返したんです。で、これは一体何やねんっていうことがあって、ほんでロシアイルド家と今の天皇家との間にいろんな意味で交流が深まった。だから昭和天皇もお亡くなりましたが、昭和天皇が、若かりし時ヨーロッパ行かれましたね。アメリカ、イギリスとかね。その時に昭和天皇がもらったのはガーター勲章という、これも世界で最高位のものですね。その背後がロスチャイルドでありユダヤ地下政府です。だからもうちょっと話進めていいけど、第二次世界大戦、つまり真珠湾攻撃の前、もう日本も追い詰められたんですね。で、ある意味でやむを得ず真珠湾に飛び込むんですが、その時に昭和天皇が最後に言った言葉は、カトリックの法王に連絡してくれって言ったんです。これはお伺いですね。私普通一般からしたら、なんであんな変な宗教の親玉に相談しなくちゃいけないのとなるんですが、皆さん分かるように、ローマのカトリックという宗教は箱があるんですよ。
懺悔箱って言うんですね。懺悔室でもいいですから、箱ですね、小さいね。でそこへその信徒の人が来て、法王の下におるその神父という人の前で告白をするわけです。告白っていうのは自分の恥ずかしいことや、いわゆる、まあ、情けないことを言うわけです。それ全部聞いてるわけです。ひどい話ですよ。人の秘密全部知ってますから。だから世界に散らされてるそういう神父はそれを全部まとめて法王に送るわけです。要するにバチカンに全部知ってますよ。お分かりのように世界最大の情報機関は CIA でもない、かつての KGB でもない、カトリックです。全部聞いてます。というのは下っ端の人が懺悔室にして来て話をする場合もあるわね。こういうこと聞いてください、神父さんなんとか言って、それはおるでしょう、そんなしょうもない人もね。だけどカトリックの信者である限り政治家もおれば軍事の最高顧問もいなおるわけ、全部聞いてるわけです、全部。だから彼らは真珠湾で日本が何を計画してるか、当時アメリカの軍部や政治家たちが何をそれに対してしたか、あるいは日本を真珠湾攻撃に誘い込むために何をしてきたかということはカトリックの信者である限り全部告白してるわけです、上位の人は。昭和天皇は全部知ってたんでしょうね。法に連絡をしたか、彼が法であるとは知ってるとか、そういう意味じゃないです。情報が集まってる。だから昭和天皇は真珠湾攻撃以前から世界の構造というのは知ってたわけです。知っときなさい。昭和天皇は良きに計らえとばかりではないです、全部知ってます。そして天皇はやがて戦争が終わって東京裁判というのがありますね。東条英機たちはまあ公式になりますが、昭和天皇はなりません。別に妥協したわけではないんです。彼らは昭和天皇とは何であるかって分かってるわけですね。ここに古代ユダヤの血統という話が出てくるわけです。だから私は日本人でありながら日本をほとんど知らない、全部知ってるわけです、彼らは。ほんで日本に古代ユダヤの連中が集まってる、そこに血が守られてるって知ってるわけです。ほいじゃあこの日本を守るのか潰すのかってなってくる。もうすでに神に対して暴毒やってるわけです、イルミナティは、ロスチャイルドは。その延長線上に日本に手を伸ばしてくるかもわからないね。安倍総理の難しさはそこですよ。僕はよくこの図を最近見てもらっております、いろんな人に。ここに矢印がある。これは私たちです。私たちはこの矢印からこう上を見てるわけですね。そこにあるのは表の政府なんです、つまり安倍政権、これ見てるわけです。で裏の政府っていうのは表に出てきません。先ほど言ったように安倍政府はちょっと悪い言葉だけど操り人形みたいなものですよって言った。安倍総理一人で政治なんかできませんよ、バカじゃないですよ。だけどちゃんとこうしなさい、ああしなさいっていうのちゃんとあるわけです。裏の政府の一人、あるいはその使い走りをしたのが古賀誠です。九州の人でしょ。そういう人が時々使い走りをしますが、裏の政府っていうのは表の政府を後ろからコントロールしてる。今日の新聞見たら公明党となんとかなんとかとか税金をどうするとか言ってますが、そんなことを安倍政府は初めから分かってますよ。そういうふうにしたら日本人が喜ぶとか、日本ね、次の参議院選挙は大きな山場です、7月が。これは表の政府にしてね、でそれに対して公明党をどう利用するかということでずっと来たわけです。で人々は生鮮食料品がどうやとか、外食産業がどうやとか、一般のね人間の関心事が何かぐらい分かってるわけです、全部分かってます。それをずっと伸ばしていって、いかに一般庶民の生活のことを心配しているかというジェスチャーしたわけです。これが今日の新聞がその結論、政治とはそういうもんだ、酔いにつけ悪しきにつけ、劇です。そういうことを全部後ろから裏の政府がやる。でちょっと空間が空いて天皇家っていうのはここにあるわけです。天皇家っていうのはもう一つの、言うならば雲上人の世界から出てきているものなんです。これが
古代ユダヤです。見えないようになってます。どこにおるのかいないのか、ヤタガラスということは皆さん聞いたことがあると思いますが、その人たちはこのダビデ王とおよび古代ユダヤのこの血統に対して情報を一般から集める人、ヤタガラスだと考えたらいいですね。昔から忍者っていうのおりますが、そんなドラマに出てくる忍者じゃないんです。忍者というのはもうお気づきと思いますが、ある人は百姓であり、ある人は商売人であり、要するに一般の中で仕事してるわけです、生活してるわけです。だけど心は情報収集です。 CIA です。わかるでしょ。これ江戸時代です。ずっと前からで、ここへ情報が全部集まって、ユダヤ十二部族、さっき古代ユダヤの血統と言いました。日本という国はものすごい重大です。これからものすごい重大、これは本当の神様の守る神の約束であるアブラハムという本当のユダヤ人の血統を守る意味において大事な役割をします。これから日本は第三次世界大戦の中を通りながら、そして一番奥にダビデの王党というのがあるんです。ダビデ王党というのはもうずっと昔から本当のユダヤの王の血統なんです。ダビデの子と言いました。ダビデの子、まあ、僕は分かりやすくダビデ王党と言ってますが、この血統がずっとあるんです。だから、分派しながらでもダビデ王党をずっと守ってきてるわけです。どういうことかと言ったら、今から約古いところでは紀元前586年、約2600年前、新しいところといっても今から1800年ぐらい前ですが、日本に古代ユダヤが流れてきますね。そういう中にユダヤの宝、契約の箱というのが運ばれてきてます。それから何よりもダビデ王とその血統も日本に来てるわけです。守ってきてる。これが日本の国体です。国の体と書きますね、国体。今国体言うたら運動会みたいなの思ってますが、そうじゃない、あれは国民体育大会なんです。国体っていうのは日本の根本は何か。だから戦争が終わるときに日本の国体はどうするかって言ってみんな議論しとったでしょ。あれは天皇を中心とした国の形を守れるかどうか、ポツダム宣言を受け入れればどうなるかって言ってましたが、それは所詮言うたら悪い言い方ですが、このこっからこの天皇家から下の話なんです。僕言ってるのはもっと奥です。ダビデ王と表で出ません。だからこれが日本なんです、本当の日本。やがて世界を動かす第三次世界大戦の後の新しい代はここから始まる。ずーっと守ってきてる。ダビデという人は今から3000年前ですから、その血統がずーっとあるんですね。それから長男が受け継ぐとかそういうことじゃないんです。ダビデ王党の血を受け継ぐものがずーっと来てるね。そしてそれをさっき言ったように古代ユダヤのユダヤの十二部族が支えてるわけです。ありとあらゆることをしています。だから第三次世界大戦になってもそのダビデ王党を守るためにこの連中がもう死力を尽くすわけです。だから第三次世界大戦で戦争になって核兵器になって私はどうなるだろうかっていう、そういうレベルじゃないんです。彼らにとってはもっと深遠な古代ユダヤがどうなるか、世界の形態はどうなるか、創造主なる神のお心はどうなるか、そのレベルです。日本です。ちょっと先ほど言いましたが、長い時代日本は島国であるってことは不思議ですね。外部が来ませんから。よっぽどまあ漂流したとか、あるいは政治に敗れて集団でやってきたとか、それはありますよ。だけど島国ですから、特に朝鮮半島、朝鮮半島と対馬の間っていうのはものすごい流れが速いんです。川だと言われるぐらい流れが速い。ここを渡るのは大変なんですね。だから朝鮮半島から渡ってきた人ももちろんあるでしょう。ある人は中国の南の方から日本にやってきた、あるいは樺太の方から来た人、いろいろあると思います。いずれにしろ日本は不思議な島国なんです。それでいて周りは生きとし生けるものに恵まれて、海の幸、山の幸食べれるんです。しかも景色がものすごく美しい、変化に富んでる。皆さんだったら阿蘇があれば、遠く行けば富士山もある、
北の方は寒いところで雪も降る。そこでリンゴが作られれば南の方ではみかんが取れる。世界の凝縮ですよ、日本というところは。そういうところで神は本当のユダヤの血統を守って次の時代への用意をしたわけです。まあ打ち明ければそういうことがあります。さて私たちはもっと話のレベルを下げて下の方に行かなくていけませんが、ちょっとお手元の資料を見ていただいて、4ページをちょっと見てくださいますか。この一番上のところはレビ記一章。これはもう有名なことで、僕は数回いろんなところで話しておりますが、もう一度すいませんが見てください。一番上にレビ記と書いてある。3500年前、これはモーセが、有名なモーセが神から言葉を預けられて記録しました。このレビ記一章と書いてありますが、実は1章2章3章4章ずっと何について書いてあるかって言ったら、神と人間がどう言えばいいですかね、交流するために。人間っていうものは悪がありますから、そうでしょ、戦争をやったり人を騙したり傷つけたり憎んだりいっぱいあります。皆さん自分の子供を見てて、俺こんな悪いこと教えたことがないのにと思うぐらいに、子供は物心をつかんうちから悪いことやるよ。自分もそうでしょ、大人も。世界というのはね、もう悪で満ちてくるわけですね。それでさっき浄化ということを言った。神は浄化するわけです。その人間が核兵器を持って水素爆弾を持ってるわけです。植物を農薬でダメにする。特に怖いのは枯葉剤です。これはすごいですよ、あなたの中に入ってる。だからいろんな病気が起きる、いろんな病気が起きるけれども、だから儲けるやつがまた出てくる。なんぼ病院を作ってなんぼいろんな薬ができてきても病気はなくならない。医者はどんどん増える、だから儲けるやつがおるわけです。程度低いやつやなと思うでしょうけど、ロックフェラーです。そういう意味で神は浄化させる、この世界を浄化する。第三次世界大戦はそうだと思えば、まあ、分かりやすいね。新しい時代は全く違う時代になります。そこへ主役となるのが今言った古代ユダヤの人です。日本です。ユダヤ地下政府じゃない、日本のこの者たち。今人間と幕だと言いましたが、はるか昔イスラエルの幕屋って書いてあるけど、ユダヤの幕屋です。今のイスラエルじゃないですよ、古代ユダヤの幕屋。ここから門から入ってくる。するとそこに祭壇がありました。その向こうに旋盤がありました。日本の神社でも入ったら左側のところに手を洗うところがありますね。そこで手を洗ったら口をすいたりしますやんか。しません？するやろ。はい。水ってのは非常に大事、清めの水です。でその手前に祭壇がありました。ここではバーッと火が燃えたんです。後でお話します、なんでか。そしてここに建物がありまして、建物は仕切られていました。つまり右の方から入ってきて、この幕を開けて中に入る。さっき契約の箱と言いましたが、まさに本当の意味の三種の神器が入ってたんです。天皇家の三種の神器じゃない、本当の三種の神器がこの契約の箱の中に入ってた。でここに幕があって、幕を開けてその中へ、一番高位の神職が、高い高位の神職がその中に入ったわけです。でどうしたのか。人間は悪であり浄化されなければならない。だから一年に一度動物の血を持って、牛の血です。そしてこの契約の箱の下でザーッ、血は命なり、動物がまさに犠牲になった。だから皆さん、犠牲っていう字は牛編でしょう。日本人が犠牲って当たり前書いてるじゃないですか。私の代わりになってくれるっていうのは犠牲ですね。牛編です。だからこれ一点考えても、日本に古代ユダヤが来てたってこと分かります。なんで牛編やねん、一般の人分からない。だけど旧約聖書読んだら、牛か羊でなければならないと書いてある。しかも
人の命は地にある、動物の命、それが人間の身代わりになった、犠牲となった。ここへ血をパーッと入れたんです。ほんで浄化したんです。その手前のところに食台があって、パンの箱があった、机があって、香を炊く祭壇があります。皆さんがで神社かどっかに行くと良い香りがしてますね。香、どっか上品なお宅に行った時も、ああこれ何の匂いや、ああ香やとかね、ありません、香木やとかいろいろ。そう、はるか昔古代ユダヤ人が礼拝していた場所のその幕の手前、一番奥は至聖所と言いました。その手前の聖所の真ん中のところで香を炊く祭壇がありました。良き香りがあったんですね。そして左側のところに食台がありました。七つの角が出たね。それは何だと言ったら、それはオリーブの油でした。でそこに火を灯してあった。でこれだけが、これだけがこの聖所の中の明かりです。窓はありません。だからオリーブから与えられる光がほのかに明るを作っておったわけですね。今で言うたらろうそくか何かのようです。ろうそくよりほど荘厳ですね。オリーブのオイルです。そしてその右側のところにパンの机があって、パンが2つの山になってました。1つは6つ、こちらの方に6つのパン、合計12。なんで12だ、古代ユダヤは12部族だったんです。だから6つのパンを揃えて、もう1つはパンをこうついます。何か思いませんか。鏡餅です。日本人は知らずに鏡餅をお正月で作るわけです。普通三段ですが、ユダヤの場合は本来は6でした。さらに餅とこのパンが共通しているところがある。皆さん今日朝あるいはお昼パンを食べられたかどうか知りませんが、そのパンというのは昔で言うたらふくらし粉が入っている。今で言うたらイースト菌、それは言いちゃダメでした。だからふくらし粉の入らないパン、旧約聖書には種を入れないパンという言葉になっています。お餅です。お餅こそ種を入れないパンなんです。今度お正月迎えられるでしょうけど、そういうことを覚えたらいいですね。だからいろんなね、片鱗が日本にあるんです。さっき言ったように契約の箱の中に三種の神器って言いましたが、契約の箱とほぼ同じ形をしているのが神輿です。そしてその契約の箱は下を棒が通ってました。それをみんな担いだんです、移動するときに。まさに神輿、神輿は車に乗せちゃダメなんです。だから福岡のなんとかだんじり、あれはダメなんです。だからもう重くなったから車引いてバーってやったのか知りませんよ。だけど本来は担いだんです、そして日本の神輿とほぼ同じ形。だから日本にはユダヤ人が来たんだなって分かりますね。先の犠牲ということも考えて、そして香を炊き、オリーブオイルにして12の種を入れないパンを6つずつ置きました。そしてその手前に行くと、さっき言った旋盤、これは私たちが神社に行って手を洗うのとは違う。これは祭司だけがやりました。神職ですね。その人たちが足を洗い、手を洗って顔も洗いました。聖なる水でしたね。それは祭司だけ、一般の人はダメ。で一般の人はこの祭壇までしか入れなかったんです。先言ってはこっちに門から行きますけど、ここまで。でそこの祭壇っていうのは何やって言ったら、さっき僕先ほどちょっと言いましたが、火が燃えてたんです。牛を連れてくるんです、一般の人が。まさにまた浄化、自分たちがやった神の前における恥ずかしいとか不正とかいろいろことあります、人間ですから。そこへ来て牛を連れてくるんです。僕小さい時に牛が角が折れて、ほんで僕の隣、僕は奈良で疎開しておりましたが、そのとこで角が折れて、そこから血がザー出て、牛がね、ほんでね、何時間も経ってんですよ、あれザー出ていきますから、なかなか倒れませんね、牛は強いね。そのうちにダーンと倒れたの、子供の時見ました。いやーかわいそうになー思って、
痛いよとか蚊にしてくれとか何とかしてくれとか言えないんですよ。牛ですから。もう言うだけや。せいぜい。そういう牛をここへ連れてくるんです。そして祭司が見てる前でその悪をやったというか人間の全ての罪をその人が牛を連れてきた人が告白するんです。ほんで本人が刃を持って刀を持って牛の頸動脈をザーッと切るんです。バーッと血出ますね。そしてその牛を部分に分けて、牛ってのは不思議ですね、部分に分かれてるでしょ、ね、もう肝臓とか心臓とかみんな分かれてるね。その部分部分に分けたやつを今言った火の燃えている祭壇の上に置いたんです。牛が犠牲となったんです。自分が飼ってた牛を自分で頸動脈を切って殺す。そして牛が焼かれていく。そんなん見たら人間は自分の心を正されますよ。すみませんでした、失礼しました。そんな感じじゃないです。牛が犠牲になってくるんですから。これが本来の古代ユダヤ人なんです。日本におる古代ユダヤ人の子孫である皆さん方、我らの先祖たちはそのようにして自分の一年を振り返り、あるいは自分の罪を告白して牛が犠牲になってきたんです。だから犠牲の義は必ず牛編なんです。犠牲の義も聖も牛編。ちょっと4ページを見てください。一番上、レビ記一章、 主はモーセを呼び寄せ会見の天幕から彼につけて仰せられた。イスラエル人につけて言え、もしあなた方が主に捧げ物を捧げるときは、誰でも家畜の中から牛か羊をその捧げ物を捧げ物としなければならない。牛か羊なんです。犬はダメ、猫でもないんです。牛か羊、もしその捧げ物が牛の全焼の生贄であれば、傷のない牡牛を捧げなければならない。それを主に神に受け入れられるために会見の天幕の入り口のところに連れてこなければならない。さっきの図であるその会見の祭壇のところまで持ってきました。傷のない牡牛と書いてあるんですね。ものすごく愛情を込めて育てられた牛という意味です。傷をついた牛はダメなんですね。神に捧げるんですから。だから世界中で今私たちが牛って言ったら食べる牛、牛肉なんてすごい頭の中に入れるんですが、日本の牛は最高でしょ。今でも違う、最高ですよ。傷だけの問題じゃない、完璧に飼われてる。僕は兵庫県の三田というところでその品評会が年に1回ある。でこの前見ました。一頭の牛、綺麗ですね。惚れ惚れするほど美しい。それがみんなの前に競りにかけられて、何倍やったと思います？375万、一頭だ。一頭買いっていうのはそれを買うわけですね。買う人はね、375万。皆さんの体何倍か知ってる？1000円もしませんよ。知ってる？あなたの髪の毛なんて何の役目もないね。僕なんて髪の毛あれへん。人間なんてあなたの目、どう？鼻、口、骨、誰も買ってくれませんよ、そんなの。最近だったら移植とか言ってますけれども、その移植のための費用というのは大変なんです。医者が移動させますからね。牛は375万、人間は安いにできません。牛の前に1100円なんです。人間の骨から取れる一部のリンだとかね、その取っていくと1100円だって。あなた偉そうにしない方がいいですよ。この牛のなんとかロースを食ったらうまいとかね、フィレがなんとか、そんなバカなこと言わないでください。牛のが本当に牛があるんですから。その牛を神に捧げたんです。ほんで傷のない牡牛だから、昔から日本人は神に本来捧げる牛ですから、ものすごく大切に育てたんですね。日本の牛の一番のデザートはどっか知ってますか？兵庫県の田島です。
昔の呼び名で言えば田島、兵庫県の北の方に田島地方である。その南が丹波です。僕はその丹波から今日来ました。新幹線乗ってね、田島、丹波で田島、そこで小さな牛を産んで立派に育てて、でその子牛が日本の各地へ売られていくわけです。だから日本で名だたる牛と言われるもの、つまりはっきり言って今は牛肉を取るための牛になっちゃったんですけども、その根本はほとんど全部田島です。そして4、その人は全焼の生贄の頭の上に手を置く。それが彼をあがなうため、彼の代わりに受け入れるためである。わかるでしょ。これで頭の上に手を置いて、自分と牛が一体となるという意味です。頭の上に手を置いて、つまり牛が人間の悪の代わりに犠牲となる。5、その人は主の前でその若い牛をほふり、祭司であるアロンの子らは、これです、神職は、その血を持って行って会見の天幕の入り口にある祭壇の周りにその血を注ぎかけなさいと書いてあるんです。だから牛が本当に犠牲になったっていうのは焼かれる、それは肉の部分、血はその祭壇のところで注がれたんです。全部牛があったればこそあがない身代わりができたんですね。その5です。その人は主の前でその若いお牛をほふり、祭司であるアロンの子らはその血を持って行って、これ大事です。6、またその全焼の生贄の皮を剥ぎ、生贄を部分に切り分けよう。皮を剥ぐっていうのは、皮を剥いでみても牛は完璧な牛だ、神に捧げる牛だから。これが日本の本来の牛です。ユダヤの牛です。7、祭司であるアロンの子らは祭壇の上に火を置き、その火の上に焚き木を整えなさい。祭司であるアロンの子らはその切り分けた部分と頭と脂肪とを祭壇の上にある火の焚き木の上に整えなさいって書いてあるんです。ちょっとすみません、こちらを見ていただいて、人間が浄化されるために祭壇まで牛を連れていくわけです。でその言うならば世話、流れた血を祭壇の周りに注いでくれる神と人間の仲介をしたわけです。これが祭司です。そして燃えてるその上でその肉を部分に分けて捧げたわけです。祭司、この人たちを日本が得たって言ったんです。バカだよ。これが日本最大の恥辱なんです。なぜ牛を殺して世話する人が、今でも精肉屋さん、牛の世話をする人、殺す人がなんで差別されるんですか。中国みたいな国でも差別されませんよ、動物を扱う人が。アメリカのカウボーイがそんな差別されますか。日本は変な国になりました。知らなかったというか分かりませんが、仏教というのが入ってきたんです、平安時代、あるいはその前で。どうしたの、殺生だと、動物を扱うのはダメだと。ほんなら得たとして差別された気の毒な人は、あいつら四つ矢と言ったんです。四つ矢って四つ矢死を殺すやつや、まあ、己は何やねんと。だから結局彼らを差別して、彼らの世話の結果、例えば武具のための革、鎧兜なんて革ですから、それがそれだけ思うたらええやとか言って世話する人を差別、肉を提供する人は差別、摂取をしたらあかん、摂取をしたらあかん、一見仏教思想ですね。ユダヤは違う、牛を殺せって言うんです。あなたの代わりに犠牲となるために殺せって言ったんです。それをずっと前から日本人がやってきて、バカみたいに神と自分の間を遮断しちゃったんです。そして江戸時代になると、死の交渉得た否認となったんです。知ってるでしょ、学校で習った。ほんで否認っていうのは何だ、得た否認、否認っていうのは上から落ちてきたんです。心中、男と女の心中に失敗して男だけ助かったとか、そういう人たちは否認にされたんです。これは得たとは違う、得たは昔から得たでした、身分ができる前から。で動物を殺してるから、あいつらは皮を剥ぎ取ってそれを武具に提供するから、あいつらは、ほんで差別されたんです。
でそれからまただん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 分かれて、例えば歌舞伎の人だとか、あるいはいろんな仕事を分けたんです。であいつらはあれや、四つや、これが日本の悲劇ですよ。僕はチブと言いました。最も恥ずかしいこと、なんでか、皆さん今聞いたことを考えたら、しかも旧約聖書、神の言葉を聞いたらとんでもないことやってるなと分かる。これがいよいよ回復に向かうと思います。なぜならば、ああ自分らはこういうことで差別されたのか、なんで差別されるのか分からへんだ。そうですよ、差別する人も差別される人も意味分からなかったんです。ひどい話ですね。就職にしておいても結婚にしてもそうでしょ。結婚ということを考えたら、結果的にあいつら下手やと言われた人が、結局一般の人と結婚できなかったから、自分らの血統を守ったんです。古代ユダヤの祭司の血統を守った。これは不思議です。神の摂理という以外にはないでしょうね。自分らの血統を守ったんです。だから彼らは今だんだん目覚めています。そういうことだったのかと、皆さんおーおーと聞いて、今のこの4ページの上の3500年前のレビ記を見て、あ、こういうことやったのか。そう、初めて、初めてです。旧約聖書のユダヤの根幹について初めてあなたは聞いたやん。今日のメッセージも日本に広がる CD、DVD、ブルーレイとなって、だから苦しめられてきた人たちは、大事なことは何か言ったら気の毒です。同時に常に問題意識を持ちました。なんで差別されるんや、魂が目覚めてるわけです。だからそんな人たちが僕のようなもののメッセージ聞いてくださると、そうやったな、いろんな人が僕に手紙くださるんです。わかりましたということでね、ありがたいなと思ってます。だから僕はね、世界が終わりの時代、今日はテーマです。皆さんエゼキエル書の予言で分かったと思います。世界的なレベルでの根拠を話した。もう一つ、日本におけるチブはこんなふうにしてできておったのか、みんなわからなかったんです。だから日本という国は尊い国です。ものすごい尊い国や。だけどある部分知らないがゆえに、とんでもないことをやってしまったということがお分かりになる。それがいよいよ回復に向かう。ここにレビと書いてありますね。ここに古代ユダヤの部族、十二部族ですが、このレビと書きました。レビの中から祭司が選ばれたんです、うん、祭司が。だからあるものは祭司となって動物の取り扱いをやってくれました。そういう意味だから、一番大事な人たちを日本人が、まあ、差別して、わけのわからん差別をしてきてやってきた。これから光が当たってくると思いますよ。彼らが目覚めないとダメだ、この日本のために。僕は彼らが差別されているということは、太陽と人間の間に雲が張っているようなものだと思っているんです。太陽が届かなければ植物も動物もまともに育ちません。2月に、これは大阪で、ヤコブの手紙、さっき皆さんぜひ聞いてほしいんですが、ヤコブの手紙のこの前1回目をしました。2回目は太陽が日本に輝く日というテーマで、ヤコブが差別は良くないっていう単なる日本人的な発想じゃないんです。ものすごくえぐるようにして言ってるメッセージがあるんです。ヤコブの手紙、ユダヤの師匠ですね。それを話しようと思っていますが、日本という国は不思議な国で、奥深い国で、だからロシアイド、そのユダヤ地下政府も余計につけ、悪しきにつけ、日本に気がついたんです。これなんや、さっき言ったように日露戦争で借りたお金、利子も全部つけて返しましたからね。人間の歴史であんな借金も、山のような借金を、しかもしまだまだ戦争に勝った時の日本というのは貧しいですやんか。それでもみんな借金した、返した。ロシアイドはこれは一体何やねん。そうで、昭和天皇にガーター勲章をプレゼントしたわけです。日本は我らがまだまだ知らない国です。まだまだ知りません。その一端を今日世界的な視野で、まあ、お話申し上げました。今度ここで4月にメッセージします。袋の中に入っていると思います。これ阿蘇さんなんです。阿蘇さんがブワーッと煙を上げて、今や世界情勢の焦点はロシアの動向であるという大きなテーマ でこれはこの場所で4月の24日の日曜日2時から、ここで4月24日
日曜日です。ぜひおいでください。僕も新幹線乗って丹波からやってまいりますから、ぜひお集まりください。これ阿蘇です。それからその下に、同じその阿蘇の写真の下に、太陽が日本に輝く日と書いてありますが、豊かな国、その最大の支部とは何かということで、大阪でこれを話したいと思います。日本の夜明けではないかなと考えております。その他宇野クラブというのがあるんです。質問を受けたり親しくやっておりますが、そのことでパンフレット入れておきました。お金がいりますけど、ぜひ皆さんも入っていただいたら嬉しいです。ついに黙示録の時代が到来したということでね、黙示録の予言をお話します。そして質問を受けたりするんですが、九州の方で俺行かれへんがないう人には、終わったらすぐに CD をお送りします。年に4回あるんです。非常に有効的な集いと思いますので、ぜひ見ておいてください。お願いいたします。長い時間お付き合いいただいてありがとうございます。今度また24日、4月24日ですが、よろしくお願いします。ありがとうございます。